享楽だ娯楽だ余興じゃないんだな。エンターテイメントというのは間をつなぐってことなのよ。茨城出身の飯田里穂です。男性の大好きな松屋の牛丼をお店のメニューに載っているものだけで女子が喜ぶおしゃれなランチプレートに変身させちゃいます。まずお肉は一番食べやすい左下に置きます。色合いが微妙なので上に目玉焼きを乗せさせていただきます。おう、どうすんだよ。これでちょっとおしゃれ感アップで、次にご飯かたどっちゃうよりも雑に置いた方が意外とおしゃれです。女子がヘルシーに食べられるように少なめにします。ご飯がちょっと寂しいのでちょっとネギをパセリ風にちょっと刻んでいきます。細かくしていただいて、いかにもパセリ風にのっけます。見てしまうんだよこれ。ちょっとおしゃれ。次使うのは生野菜です。私的にちょっとコーンがダサいのでコーンはいらないです。いやコーンはいらないよ。次はポテサラを使いたいんですけどちょっとアレンジしたいと思います。あるものを混ぜるんですけどこの煮卵です。こんな感じでなんか本当に適当に切ってもらっちゃって、適当に混ぜることによって、なんか若干おしゃれなポテサラになると、もう先見えたよもう牛の上に目玉焼きをのけてちょっとおしゃれでしょ。どこがおしゃれなんだおしゃれってのはね、をつけたらいかんのよ。うん、洒落てるかどうかなんだよね。おなんかつけるもんじゃないんだよ全部そうやね、これこのインスタの時代に入ったからダメ。松屋って食べられる。松屋、昨日食べたから。本当ですか。こんな食べ方してないけどね